来ましたね。いい勝負をしましょう。マニアックでって攻撃の方が高いんだよね。とも言ってないところ、ハーレムパーティーか、そこまでは考えていなかった。うちは男の子が残念ながら2人余ってしまうのか。そっか、やっとこういうのやったったな。これはいい勝負をしたい。スカーフで黒いヘッドでやっぱ強いね。蓄えるで貯めるとだいぶ強いから。炎虫でしょ、炎虫か。ロックバストが全部に入るってすげえな。実弾だ、ラストシュート、うーん、ドックは効く、ベノムショック、気合玉、サイコキネシス、タスキがちょっとあんまり使いにくいか。で、全てを見に行きす先生の爪なんだけど、ベノムショック、ギガドレイン10万ボルトでしょ。ベノムショックしか効かないから、あー、タスキもな、相手物理が多い。鬼火のなんかあれだね、鬼火とかで物理受けとかしてきそうな感じもするけど、やっぱりでも爪か。くそ、周り焼けると、おあれが違う、すげえ。さあ、どっちを狙っていいかがまるでわからん。そうするとやっぱとりあえず正面になるんだな。なんだっけ、巨大百科がめっちゃ効くのか。めっちゃ効くっていうか絶対効いちゃうもんな。マジでこの状況で何をしてくるかがさっぱりわからん。マリアクでもそんな速くねえからな。これなんだっけ、ネストボールだっけ。ネストボールの方にロックバスト打っちゃったから、巨大飛躍とかかっこいいよな。だね、そっちにロックバストってか、どれがいくかだな。5発当てろ。弱点保険、まずい。はい、5回でも無理か。3、いいね、4、5回いく、4回 OKOKOK、 蓄える。これでスカーフの方を落とされなければまだあるね。メロメロ出た、いい技持ってんな。ねえ、これって正面攻撃する場合もダメ？メロメロは必須だよね。わかるわかる、巨大百科ってそうなるんだ。うーわ、貫通した。あー、そっか。でもまあ弱点を、うーん、いけ。これ正面に行くのもダメかな。そしたらさ、ロックブラストが効くんだよね、素早さ勝ってくから。あのマルヤックでは補助っぽいな。鬼火とか打ってきそうだな。それによってメロメロの使い勝手がいいかだよね。他のやつにも出ちゃう、5割とかになっちゃうんだったらだいぶ強いけど、そいつにだけだったらまださすがにそんなに強くないと思うんだよな。おお、あ、やっぱ関係あんだ。じゃあ強いわ。おしおしおし、きだ、2発で届くね。オッケーオッケー、ロックバスト、えい、巨大周期。硬えな。
マジカルフレイム。あー、やっぱそうか。防御に振ってマジカルフレームで攻撃力を下げるみたいな感じかな。オボン、炎の渦か。あ、そうか、炎の巨大百科はあれか、巨大極限とかと違うから、その場にいたやつにしか効かないのか。オッケー、そうだね。おっと、今度はモンスターボールだったね。そしたらさ、ロックブラストをどんどん打っていく。ダイアースで味方の特防を上げる。ダイアタック、いや、これはまた巨大周期でいいかな。メロメロがちょっとあれだからな、動かない可能性もあるから。5割だもんな、電磁波であんだけバグってたから。そろそろ怪しいけど、動くときは動く。クソ、鬼火。おー、避けた、素晴らしい。フレアダイブ。これじゃあもうスカーフの方やられたか。しょうがないね。これ先にこっちが動いてるのがいいね。フレドラの方が厄介か。あと爪なのか。でも鬼火嫌いたくないんだよな。鬼火食らいたくないけど、フレドラ食らって、あー、ワンチャン耐えたらあれか。あ、ダイアースじゃなくてダイアタックだった、間違えた。攻撃力下げとけばよかった。特防じゃないよ。さすがにもうこっちに触れる。おー、あ、こっちの方が早かったか。OK、それだよね。ベノムショック、それでも効かねえ。クラキリより。ダイアタックだったら。めっちゃ効いた！あ、HP 高いもんね。もう、こいつだけ？まだ1体いたっけ？まだあと1体いる？まだいた。ちょっときついな。そう、こっちってさ2体しかいなかったっけ。実はあ、2体しか実はいないな。そうしたらどうすっかな。まずいまずい。そしたらこれは正面にベノムショック打てばいいでしょ。ああ、大爆発だ。いけー、あん。くらえー。うおー、よっしゃー、ありがとうございました。なんでそうなったし。だったら闇波6体と戦いたかったな。で、まあ闇波が補助をして、あ、雨だったり晴れだったりするのか。いたずら心ですもんね。スカーフ、食器、あー、たま、助けてもいいのかな。でも晴れてさ、やっぱり晴れてさ、助けちょっと使ってみるか。ベロムショック、気合玉、最高キス持ってるよね。で、スカーフ。
チョッキマンってギガドレ、ギガドレ持ってるの誰？君か。チョッキマン、ああチョッキマンも欲しいな。でもそうするとちょっと素早さが、もう素早さはでも無理か。先生の爪、チョッキマンでいく。上2人を早くしちゃってるからちょっとあれかな。ただアタッカーが多分2人がさ特殊だから、うーん、積み、蓄える積んでもよかったかな。かじり亀やみらみ、じゃあ雨か。だったらあれだったね。でもそんな結果論だからしょうがないね。でも結局そうボディープレスが全然通んないから、今はタスキとスカーフが出てるのか。タスキとスカーフが出てるんだったら、これタスキか。タスキとスカーフ、時短だ。おお、いきなし来たぜ。リピートボール。あれ、じゃあ自分だな。セルフだ、セルフスイスイだな。ダイマックス、巨大マックスじゃない。あー、手助けなのか。ダイマ、巨大マックスじゃないと。そうしたら抜けるぞ。おっしゃー、なんかね、弱点本家な気がしたけど、気合だわ。おっしゃ、くそー、ダイアース、タスキ、うん、スカーフ。ただサイドチェンジとかもあるからな。玉か、はい。ああ、そっか、そういう感じにしてるのか今。じゃあサイドチェンジを考慮してそれぞれに放ちますね。素早さは今勝ってるから、あー、わかんない、あっちは勝ってない、爪の方は勝ってないんだけど、多分先送り、はー、つらダイアース。じゃあ気合いボールの方がやられちゃうのでは。でもタスキーだったね、おかげ。じゃあ当ててくれればいいや。特防が上がった。ああ、気合ボールで当たっても倒せるかどうかっていう感じだな。あ、でも弾のダメージがあるのか。ギガードレイン。くそー、サイドチェンジじゃなかった。うわ、効かねえ。4分の1か。当たんねえ。勝てえ。やばいぐらい硬かったね、今ね。まあいっか、サイドチェンジないっていうことにするか。で、サイコキネスじゃ多分倒せないよね。お、ナイスね。これさ、どうなんの？先送りの方が優先だね。先送りの方が優先か。オッケー、優先度プラス1になったようなもんだもんな。で、先送り負けて、先送りの効果が一番最後になるだけだから。はい。とりあえず一山超えたけども、ほぼ2体やられてるからな。あ、だから結局雨じゃなかったね。不思議花。うーん、不思議花か。君タスキかってことは抜いてんな。
後ろが直帰だから君がじゃあダイマックスするしかないか。第3打で眠りごなを、眠りごなをよ。姿負けてる気がするけども、もう闇ラミニが、闇ラミがどうしようもない、辛い闇ラミが。日本バレー、あーまずい。眠りごな、おーよかった、これでだいぶ違う。第3打、これで眠りも防ぎ、闇闇硬すぎてやめんだけど、何あいつ、あれか、得は上がってんのか、そうかそうか。うん、闇の硬すぎてやべえんだけど、どうすっかなこれ。引っ込んだ、はい。あー、サイコキネシスがいるから、あ、闇闇左のやつってもう補助技しかないよね、多分。挑発、はい。大ウォールが打てなくなってしまったけれども、ダイヤシッド。第3打、切れる街か。うーわ、やばいこれ。効果なし、効果なし。今一つ。ちょっと考えちゃうなこれな。おー、ナイスめ。でも あんまり挑発守るが効かなくな、あ、そうか、守るが封じられちゃうのか。トリックこだわり、あ、満腹高校か。爪が取られた、うわ、勝てーな。闇闇を突破できそうにないぞこれ。あ、そっか、てか特防上がってない方行くべきだったね。攻撃技持ってるとしたら右側か。本当はひねりをさ、あ、こっち攻撃持ってるから、じゃあはたき落とすを持っているってことかな。な、こっちに第3だったね。イカ様10万ボルト、よし、とりあえずこっちは突破したけど、左目は南残したくなかったんだけどな。また日本晴れが来ちゃうんだよね。で、雨じゃない、あれも復活しちゃうから、状況を見て、日本晴れってこれがラスト、エレキフィールドもラストか。そしたらじゃあ
思議花に両方とも攻撃していくしかないのか。いやー、あでも不思議花結構削ってんな。それで再起送り、最後禁止持ちを押してレザーボール、あーこれであれか、最後禁止持ちが、じゃあ守るだったか。そうだね、ベノムショック、あー結構効いたね。あー守るだったね。でここでまた2本バレして、もう不思議花いってんだな。不思議花さえ倒しちゃえば感じだから。よし、勝った、ありがとうございました。なんだろう、化石さん、トリックルーム、トリックルームな気はする。とりあえずじゃあ黒いヘドロで貯めとく、物理が多め。うん、じゃあスカーフ、直帰は置いといて、チゴラスさんって岩ドラゴンだったよね。岩ドラゴン、まあ、地面技持っているやつか。直帰はちょっと微妙かなって思ってるんだけど、タスキ、玉、大爆発、時短だ、ダストシュート、大爆発だ、あー、てかソロロック浮いてんのきついな。スカーフ持ち、あー、そしたら待って、だじゃあ爪のこいつ入れないといけないわ。そしたらルナトーンが浮いてんのが辛い。ギガドレインぐらいしか。アマルメガとプテラ、プテラがあれで、アマルメガってなんかしてくるかな。息フラシ、フリーズスキン、普通に攻撃してくるだけかな。ああすげえ、ロックブラストか、岩氷かあいつ、ロックブラスト、ああ嘘、あひるんだし、しかもあオーロラ見るか。いやー今の外したのきついな。というか岩なんだね、めっちゃ効いたな。でももう一回遊べるドンがあるからな。さすがに、あーどうかな、オーロラベールあったらさすがに無理か。オーロラベールなくてもこれちょっと怪しかったかも。やりかしたぞ。いや吹雪が飛んできそうなんだけど、ステルスロック、場を整えていく。アマルメガって攻撃力が高いんだっけ。もう一回行くか、まだまだリカバリーはしていきましょう。オーロラベールって粘土で伸びるんだっけ。2回4回か。うわ2回止まっちゃうね。ひるめサイコファンク、よしよし。で弾とあられだけど耐えてか、あれか
電車スカフの方にさすがに来るね。うーわー、電車があるか。あらあれ、痛み分け、麻痺してる状態で半減で、ちょっと待ってね、90、139、さすがに下がっている方が遅いか。だったらロックブラストでいいね。プテラーはどっちにしろ弾と現れる落ちるから岩のあたり、あー昼見狙い、あくそ、そっか、そうやられちゃうのか。とりあえず弾でプテラが落ちました。でアマルルガに対してはこっちの方が早いから痛み分けで少し HP を回復します。だいぶ回復した。電磁波やめてフリーズドライ、よしよし、爪かな。ガチゴラス、いい色してんな。そういう色なんだ。ダストやす、あ、ステルスロッカー、わかんない。でも倒しきれないとは思う。モラハヘッド、うわこっち来た、強い、わー効かねえぜ。電車、うー怖い。アラレがやんだ。オッケー、オーロラベール。オーロラベールってアラレがやんでも別に関係ないんだっけ。貼るときにアラレが必要なだけで。まだオーロラベールは残ってんだよな。火力が足りんからさ、いかんせん。よし。いい加減もう麻痺させられそうだよね。モロハマンは、モロハマンは スカーフだよね。うん、ガチゴラスの能力はいまいちわからん、把握しきれてない。モロハヘッド当たんねえ。モロハって 80% とかじゃなかったっけ。攻撃手段がないと思ってあれか、あー残されてんのか。そうだよね。ダイオール必要ないもんね、まだね。モロハはそうだよ、確か 80% とかだった気がするんだよな。でやっぱりね、多分倒しきれない巨大周期じゃ。だから一回ボディープレスを当てたかったんだよね。アマルルガがオーロラベール、電磁波、フリーズドライ、ステルスロックか。
アマルルがちょっとほっといてもいいか。あ、ガチクロス引っ込んじゃった。マジか。ルナトーン。あー、ルナトーン。目が青い。電磁波。ボディープレス。うん、まあまあまあ。で、オーロラベールがなくなりました。でも届かないから。巨大周期無理だから、巨大アースでアマルルガをさすがに倒さないとまずい。ルナトーンがダイマックスするだよね。あ、違う、俺だった。ガチコース使わせたもんね、多分ね、あれね。まあでもダイマックスしたって別にいいもんな。こだわり解除にも使うし。あとはあれか、モロハの5回もう打ったっけ。PP がなくなってる説。5回も多分まだ打ってない。あー、やっぱルナトーンだね。こっちの方が早かった。ルナトーンがダイマックスアタッカーっていいな。大きい月だわ。落ちてきそうですね。いい月だな。あ、守るね。はい。で、とりあえずこれでアマルルガでこれ全自販巻かれる必要はなくなりました。で、特防も一応1段階アップ。大最高一発は耐えると思う。ルナトーンの攻撃的には多分、どうだろうな。ものによるよね。あ、よかった。足元が不思議な感じになったね。スカーフマンがいたんですけど、身代わり人形がありますね。サントアンネゴとスカーフマンがいいな。いや、さすがにこっちに来るよな。レゴブロックに大ウォール。地震。いや、動いてほしいな。第6、危ねえ。ボディープレス落とせると思う。あっ、そっそっそいそいそいそそい。落とせないと結構まずい。落とせないと地震大ロックをやんないといけなくなっちゃうからまずいんだよね。あ、でも地震だけ耐えればいいのか。そっか。そうしたらボディープレスでルナトーンに行ってダイアースでガチゴラス。うわ、耐えなかった。くそ。うわ、負けたかな。浮いてるからサイコフィールド効かないんだけど、もよ。ああ、圧倒的有利だけどよろしいでしょうか。よろしくお願いいたします。でも、分かんないからね。普通にサイコ検出打ってくる可能性あるかもね。ダストシュートあと外すのか。で、物理の方が
強いから、強いっていうか、特防の方が高いから、物理で攻めなきゃいけないので、ただ物理がそんなにいない、防御に振ったって意味だし、ボディープレスじゃダメだし、タスキか。ニンフィアとニンフィア。いやー、フレンドボールがいたな、一人が。みんなダストシュートを正面に放つだけだ。いけ。守る。うえ。ダストシュート。当たらなかった。まずいっすね。リフクター。くそ。終わった。待って。思った。PP が足りない。リフレクターはまずい。ダストシュート。毒だ。あ、2発だったらいいや。どうせ一発で倒せると思ってるし。おお、出るね。やるじゃん。瞑想。大丈夫、積んでる場合じゃない。素早さ2匹ともこっち勝ったしね。光の壁も問題ないですね。物理で攻めてるから。で、そうしたらスカーフをこっちに打って、スカーフじゃない方で、あー、ジダンダで倒せるかな。いや、もうダストシュート打つしかねえか。あ、そっか。ダストシュートをこっち一匹に集中させればいいんだな。あー、守るがあるか。じゃあ正面ですね。よし !OK! リフレクターの方を倒しました。で、こっちも当てる。よし、いいね。で、ダストシュートかあと2発しか打てない。 PP 上げてないからね。リピートボールだったね、あの矢印はね。で、こっちはラブラブボール。おお、通常色。インフィア遅いんだよね、確かね。どっち？リピートボールの方。大周期になっちゃうと威力下がるんだよな、ラストシュート。しっかり当てていきたい。よし、当てる。おお、持ってったね。ってことは結構攻撃寄りだね、あいつ。大最高。よし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 。さすが直帰。急所でこれか。ああ、まあ普通でこれかと思ったぐらいだから、まあいいや。さすが直帰っすね。穴を掘る、いい技持ってんな。あ、てか、あのニンフィア早いや。お、やった。そしたらこっちをこっちに、うん、スカーフのダストシュートをこっちのニンフィアに打って、こっちのこっちは遅い。あ、あ、こっちが時短だか。こっちが遅いからこっちの時短だをこっちに打って、こっちのダストシュートをこっちに積むね。オッケー。ダストシュート。
外した。大最高。やーん。ね、スカーフって丸あがきになるっけ？丸あがきになってくれるんだったら、いる理由って全然あるんだよね。あ、なるね、なるね。丸あがきだ！くらえ！あ、そっち行っちゃう。もう一体の方をやってほしかったんだけど。で、スカーフってない、タスキだから S に振ってるけど、ベロンショップでこれか。くそー、大最高。まあ、タスキだから OK。穴を掘るよね。穴を掘る。で、2分が。スカーフの方に、ん？タスキの方に行っているから守ればよくて、こっちは守ればいい。こっちはダイアタックって潜ってても効くのかな？攻撃力ダウン。一応最後まで気を抜かない。ほぼ勝ちだとは思うけど。まだ何があるか分かんないから、こっちは守る。ダイアタック。素早さダウンだっけ？攻撃力ダウンじゃないわ。あ、どっかもじゃあ勘違いしてやってたけど、別にあれか。いいのか。あ、こっち来ちゃうの？ああ、その時のあれなのか。そっかそっか。一体やられた後に、穴を掘っても選んだ方にはなるのか。よしよし。ありがとうございました。はい、お疲れ様です。10戦やって5勝5敗ですね。レート確認者確か1500って書いてなってたから、多分5勝5敗です。最後の10戦目はドラパルト統一に当たり、ゴーストタイプ対策何もしてなかったんで、きついなぁと思いながら、毒で無理やりいけるかなと思いつつも、巨大マックスしたダストラスに電磁波が入り、2回痺れたところで、対戦ありがとうしました。はい。10戦目だから、動画になってません。特に、ないと思いますが、簡単に最後ダストラス紹介して終わります。AS 巨大マックスダストラス。HB の蓄えるダストラス、 CS のダストラス、 AS スカーフダストラス。意外と強かったね。 AS ダストラスと HB ダストラスが意外と強かった。タスキあんまり出さなかったよね。で、まあ命の玉ダストラスもあるんだけど、というかやっぱね、毒はさ威力下がっちゃうからちょっと考えもんですよね。で、食器もまあ出したか、意外と出した。で、爪も使ったか。そう考えると割と出したか。タスキだけそこまで活躍。あ、でも最後ケース打ちに行ったりしたから。まあ、いろいろとまんべんなく使えたっちゃ使えたのか。でさ、結局、物理に、特殊に防御1、特防1で組んだんですよね。で、特殊被ってるから、ね、ベロンショップ気合玉最高記念室だったから、こっちじゃあ使わないかもしんないけど、ギガドレイン10万ボルト。まあ、地面用にギガドレイン入れて、10万ボルトは、
まあ、とりあえず入れたんだけど、ここをアクハにすればまだ違ったのかな。いやーでもなー、まさかあんなにゴーストに当たると思ってないからね。ギガドレイン、あーでもギガドレインも結果として岩に使ったりするから、岩地面、あ岩地面用か。10万ボルトはほとんど使う気配はなかったか。でも結局毒とか毒ゴーストには投倍で打った、あでもそっか、第3弾活躍したところ1箇所あったからなんとも言えないっすね。まあしょうがないっすね。当たったその前のニーフィアトイツに当たった時は、まあ、圧倒的有利だったし、その後に当たったドラパルトは圧倒的不利だから、まあ相手にもよるなっていう感じですね。割と初めの方、まあ10戦しかやってないからなんですけど、やっぱこういうのと当たると楽しいなって思いましたね。普通のパーティー、まあこういう時じゃないとこういうパーティー組めないからさ、こういうパーティーと戦った方が個人的には面白かった。でも意外と普通のパーティーにもどうにかなったとも言えないか。どうにかなったとも言えないですね。無理なところは全然無理だったし、意外といけたところは意外といけたから、なんとも言えないです。で、なんでダストダスにしたかっていうと、魔天か？ポケモンカードの魔天買った時にダストダス V、ダストダス VMAX めっちゃ引いたんですよね。ツイッターにもアップしたけど。SR とハイレア引いたんだっけな。じゃあダストダスおそわみたいな感じで、今回ダストダス統一してみました。それ以外にも統一やろうと思ってて、ブラッキー統一とか、まあ、好きなポケモンブラッキーとかバシャーモとかバンギラスとかハッサムとかそこら辺考えたんですけど、割と直前までブラッキーとダストダスどっちにしようか悩んでたけど、まあダストダス巨大マックスあるし、巨大マックスと通常のダイマックス、通常のダイマックス使うところって1回ぐらい、1回使ったかね、確か負けたから、あ動画にならなかった可能性もあるけど、ちょっとどちらか忘れちゃった、多分1回くらいはやった気がする。はい、こんな感じでこういうお祭り参加してみました。また何かあったらちょくちょく参加していきたいなと思います。ただ育成に今回もまたすげえ時間かかったから、6匹育成は疲れますね。はい、じゃあお疲れ様です。さよなら。